自分だけ車買うと怒られちゃうんで、嫁さんにも買ってみました。まあ、軽なんですけどね。Green, green, let's go. はい、メイ君です。サムライプロデュースさんのね、メッキパーツいろいろ買ってみたんで、まあ、つけてみたいと思います。まあ、今回購入したのはね、この辺のものですね。まあ、発売日前になぜか送られてきたんですけど、まあ、気にしない気にしないということで、早速つけていきたいと思います。まあ、何につけるかっていうとね、ここですね、スズキのスペーシアカスタム、新しいやつですね。一応ターボでハイブリッドって書いてあるんですけど、まあ、どこがハイブリッドなんだかさっぱりわかんないですね。まあ、カラーはね、インディゴブルーメタリックのツートンルーフ。これもどこがツートンなんだかわかんないぐらい色が一緒です。まあ、新しいのはいいですね。うん。で、早速これですね。これね、サムライプロデューサーじゃないですよね。アマゾンで売ってたやつ見つけて、まあ、買ってみました。まあ、これね、後ろのこのリフレクターの部分を囲うようにつけるメッキパーツみたいですね。まあ、ちっちゃいんでね、ついてなくったってね、全然いいと思うんですけど、まあね、メイ君車買うとね、何でもいろいろやっちゃうんですよね。まあ、最近ね、35ニスモはさすがにね、つけるパーツがないんでやらないですけど、まあ、ベルファイヤーとね、こいつはね、ちまちまやっちゃいますね。まあ、その中でもね、このメッキパーツ一番簡単でいいですね。両面テープで貼るだけなんで、まあ、値段もね、さほど高いわけじゃないんで、まちまちま買い揃えてます。で、続いてがね、これフロントのね、ロアガーニッシュの、メッキパーツですね。まあ、この部分のこの2本の横線、ここがまあ通常だとただのプラスチックなんですけど、まあ、こいつをこういったものをつけて、まあ、メッキっぽく見えると。まあ、あってもなくてもいいんですけどね。正直こういうね、洗った後拭き上げづらいところをメッキ化しちゃうとね、水の斑点がついて大変なんですけどね。このちっちゃい部分にもね、ちゃんとあるんですよね。まあ、用意がいいですね。で、つけると、どうなるかっていうと、この下側のね、この2本の位置が、まあ、黒いところがメッキになると。まあ、正直写真じゃ分かりにくいですけどね。まあ、つけたのがこんな感じです。で、早速ね、ペリペリを剥がしていくと。まあ、最初は綺麗なんですけどね。これがね、やっぱりね、雨風がさらされてくるとね、水垢が溜まっていくんですよね。かえって汚く見えちゃうんで、まあ、ヒカヒカ磨いて洗わないとダメですね。やっぱね、純正のメッキと違って、これステンレスなんで、水垢はつきやすいかなって気がします。で、これ正面から見るとこんな感じですね。まあ、上もね、メッキっぽくなってるんで、まあ、下もね、このステンレスの横フィンが2つつくと、まあ、上とバランス的にいいかななんて勝手に思ってます。で、続いてはこれ、後ろ側の今度リアバンパーのガーニッシュですね。まあ、3分割に分かれてるものなんですけど、まあ、真ん中を打ち出しして右左につけていくっていう感じのものになります。まあ、こんな感じですね。で、この真ん中をね、まあ、ちゃんとやる人はね、きっちり真ん中出した方がいいと思います。メイ君ちゃんとやらなかったんで、きっちり真ん中出てないんで、まあ、でもね、私の車じゃないんで、まあ、ついてりゃいいかなと。もうほんと適当ですよね。これこういう右側はこんな感じでつきます。で、これね、まず真ん中剥がしつけてペリペリ剥がすと、まあ、左右になんかちょっと引っ掛けるような感じの金具があったんで、まあ、そこに合わせてこの左右をこうつけていくみたいな感じになるみたいです。まあ、メイ君ね、ちゃんとやらなかった、真ん中出さなかったんで、ちょっとずれてるんですけど、まあいいかなと。で、つけるとこんな感じ。まあ、あってもなくてもいいパーツなんですけど、まあ、いいかな。よしとしよう。はい、こんな感じ。ちゃんとね、位置出ししないからね、曲がる位置がちょっとずれちゃったんですね。まあまあ、気にしない気にしない。
で左側もねつけてペリペリを剥がすと、はい、こんな感じですね。まあ、結構大きいところなんですけど、かなり下の方なんで、まあここが目につくかっていうと、そんなにつかないかもしれないですね。まあ実際問題ね、今回のつけたパーツ全部ねつけてね、嫁さんがさっき乗って出かけていきましたけど、何にも言わないんで、多分変わったのも気づかないんでしょうね、きっとね。はい、で続いてね、今度はリアゲートのガーニッシュですね。これも結構印象の変わるパーツですね。ベルファイアの方にもくっついてて、同じようなパーツを買ってみました。はい、これですね、もう刀みたいですね、なんかね。まあさすがにね、車がちっちゃいんで、ベルファイアのパーツよりねすごくちっちゃいですね。まあ両面テープがこんな感じで 3M のね両面テープがくっついてて、これを剥がすのが一番めんどくさいですね。ちょっと剥がしやすくできてると本当はいいんですけどね。はい、でペリペリを剥がすと、そうするとこんな感じですね。だんだんしつこくなってきましたね、メッキパーツいっぱいでね。まあメッキが嫌いな人はダメでしょうね。きっとメゲ君も最初から純正がこうなってたら、ないものねだりできっと全部剥がしちゃうと思うんですけど、純正が何もついてないと逆につけたくなるんですよね。はい、でこうもう一つリアで、今度エンブレムしたナンバープレートの上側の、まあバックダウンを持ち上げるところですね、あそこのメッキパーツですね。これもでっかいんで印象変わるかなと。まあ、上側に貼り付けるだけなんで、部品自体を交換するわけじゃないんで、もう超簡単ですね、取り付けがね。まあそういったところがね、このサムライプロデュースさんの、良さかなと。なんせ貼り付けるだけですから、あの普通のパーツみたいにね色塗ったりとかね、もう加工してネジつけてとかね、そんなめんどくさいことは一切いらないんで、パーツ形状にぴったり合ってるんで、ぴったりとくっつけるだけ。まあそこがねお手軽でいいかなと。はい、ということで早速ついたんでペリペリを剥がしていきます。まあこれほんと最初のうちは綺麗でいいんですけどね、まあ汚くならないようにね、まめに洗車しないとダメですね。はい、でこれでリア側は全部くっつきました。まあしつこいぐらいくっついてますね。まあまあまあいいんじゃないですか。ノーマルはくっついてないですから、むしろあの自分家の車がこれって分かっていいと思います。はい、で続いて最後はねサイドガーニッシュですね。まあドアの下のエッジの部分にくっつけるパーツですね。これあの別のやつもあって、サイドステップ側につけるやつもあるんですけど、まあメイ君はドアの下につけるものを選びました。まあさすがね軽自動車なだけあって、パーツ自体がちっちゃいんであんまり目立たないですね。これあのもっと大きい車のやつだともっとでっかいんで、これつけると結構印象変わるんですけど、こいつの場合はあの幅が薄いんで正直分かりません。まあ、つけるとこんな感じになりますね。マップになれば分かるんですけど、ちょっと離れたところから見ると完全に溶け込んじゃいますね。まあでもこれもね自己満なんで。で両方つけてペリペリを剥がしていくと。昔の車はねこのサイドステップなんかねみんなオプションでしたけどね、今買うと勝手についてきますからね、便利な世の中です。はい、こんな感じで仕上がりましたと。どうですかね、このぐらい下から見ればついてるの分かるんですけど、立っちゃうとどこについてんのっていうぐらいわかんないですね。はい、まあこんな感じです。はい、で合わせて逆側もつけていきます。もう逆側もね一気に貼ってペリペリを剥がします。はい、完成ですね。はい、全体はこんな感じです。まあ、このカラーね、ツートン選んだんですけど、この濃いブルー、全然ルーフの黒と境が分かんなくって、
銀色とか選んだ方、銀色とか白選んだ方がツートンの場合はいいかもしれないですね。はい、ぐるっと一周こんな感じですね。まあ、くどいぐらいビカビカになりましたけど、まあこういう車はね、台数いっぱい出ますからね、まあ、ちょっとでも差があると、うちの車っていうのが分かっていいかなというところで、はい、自分の車じゃなくて嫁さんの車を勝手にいじった動画でした。はい、まあなかなか安くて手頃ないいチューニングパーツだと思います。じゃあね、バイバーイ。